どうもライトです、よろしくお願いします。はい、もう去年ぶりなんですよね、動画上げるのが。1ヶ月とちょっと経っております。はい、皆さんまたよろしくお願いします。はい、ということでパート12のファイル12。はい、なんせね、前回やったのがちょっと前ですから、やったところが分からないよね、多分ね。みんなパッて見ても、続きから見てる人は、だからもしかしたら前のパートから見てくれると分かりやすいかもしれない。はい、で僕が見てきたんだけど、今回はこれはまずね、どういう状況かっていうと、メアリーちゃん、玉を探してたんだよね。あの7つ集めなきゃいけないっていう玉を探してたんだけど、絵の具玉かな、わかんないけど、それを、7つ集めてる最中にメアリーちゃんのこの異変というか、まあね、気づいてしまったんだよね。秘密に気づいてしまったんだよ、イブちゃんが。いや、ギャリーさんが気づいたんだ。そうそれでね、メアリーちゃんがちょっと狂ってしまい、その一部始終を目撃してしまって、この状態で今このメアリーちゃんがストーカーしてくる状態で、もう逃げてもついてきちゃう、もうね、こんな状況になっております。はい、でね、ちょっと先に言っときたいんだけど、なんか前回のパート11を聞いてたら、なんだろうな、なんか音量バランスがちょっとあんま良くなかったように聞こえたんですよ。なんかちっちゃくなかった、ちょっと音声、前回とか普通いつもと比べて。だからちょっと今日はね、なんか環境ちょっと変えてます。マイクにいつももともとちょっと違うことで使ってたから、ポップガードとかついてたんだけど、それもちょっと外して、でマイクの位置ちょっと近づけて、で、自分の声もね聞けるようにモニターあれですね、ヘッドホンにつなげて、もう一個自分の声聞こえるってやつですね、それをつけてちょっとやってるんだけど、まあ、もしこれでまた編集して音量それでもバランス悪かったらまた言ってください。またちょっと頑張って直してみます。はい、ということで、パート中にやっていきます。なんせまず、じゃあ、あれね、絵の具玉を集めるところから始めればいいんだよね。この、なんか、イブのバラ赤くて綺麗だね。ちょっと触らせて、あ、これいきなり殺されるやつじゃない？大丈夫？ちょっと触らせて。前にさ、バラ渡したらバラ食われたとかさ、なんか、そういうのあるから怖いんだけど、一回渡してみちゃおうかな。セーブしてるしね。いきまーす。うわ、ありがとう。すごく綺麗。でもバラって綺麗なのにトゲがあって危ないよね。あ、え、ごめんイブ、花びらちぎれちゃった。おお、やめてくれよ、この世界で、あー、花びらが一番大切。まあいいや、あはは、ふふふ、反省の色がないね。ちょっと前に通ったところにピエロの絵があったよね。あの階段転がってたの、ピエロの花だったんだね。頭を取って言ったやつね、前ね。あはは、そんな面白いかイブ、このスカーフどう思う？かわいいね。ああ、かわいいね。似合うね。似合う。かわいい。似合う。どっちも褒めてる。似合うよ。本当よかった。私、青好きなんだ。イブはやっぱり赤が似合うね。青好きなんだ。早く外に出たいね。ここにいるの飽きちゃったし。ずっといるのかな、もしかして。イブ、お父さん好き？うん、大好き。なんか、お父さんにも悪いし、大好きって言うか。私もお父さん好き。あ、でも会えないみたい。ずっと探してるんだけど、どこにもいなくて。もしかすると外にいるのかもしれないな。これちょっと話しててもキリなさそうだからさ、行こうかね、そろそろ。お人形さん遊びしたいな。私がお母さん人形、イブがお父さん人形ね。なんでもこれすごいさ、このゲームって奥深いよね、本当に。こんなに、だってさ、普通の売り出されてるゲームとかでさ、こうやって話してさ、話すたびにさ、話がどんどん変わるゲームってないと思うんだけど、こんな長いっぱいないと思うんだけど、チェーだって、チェーって。もうないのかな、でもそろそろ。ここは美術館なのに、お客様が全然来ないよね。もっとたくさん来ればいいのに。まぁちょっと、すごい知り、いっぱい聞きたいところもあるんだけど、まぁ、それはまたの機会にしよう。よし、じゃあ、行きまーす。行きますって言ってもどこ行けばいいか分かんないけどね。マネキン、あ、ちょ、邪魔。こうマネキン、こことかあれかな、もうなんかどいてないよな。あ、メアリーちゃんここ来ないんだ。あ、いなくなっちゃったよ、メアリーちゃん。すごい、やばいよ、いなくな、あ、帰ってきた。うわ、すげえ、一人で歩いてる。どう行くの。え、なんか見てる。来た、しかもこっちに。え、なになに、え、どこ行くの、待って待って、
え、なになに、どうしたどうした、うわ、勝手に動いてんだけど、うわ、ごめんね、これ邪魔邪魔なんだな、俺、あ、変わっ、うわ、え、嘘、ちょっと待って、ちょっとついてっていい、ついてこう、なに、どうしたんだろう、お、見たよ、僕も、もう、それ、うわぁ、あ、あ、開かないの、開かないのに、開かないよ、うわ、なんかやってる、え、わかんない、わかんない、わかんない、不思議ちゃんだな、一言ぐらい説明してくれればいいのに、うわ、待ってよ、同じことやってるだけかよ、よし、もう見たよな、それな、じゃあちょっと行きます、玉探しにまた行きましょう。そう、ここ雨降ってんの、ここはもう終わったな、ここの場所は。玉探しの旅に行きましょう。ここも終わったね、これも終わったね。あそこはどうなってるんだろう。うわ、砕かれたままだ。おーい、こっちにはなしね。もしかしてこっちの視点にはもうないのかな。ギャリーさんの方になろうかな。ギャリーさんになってみよう。よし、行きます。あー、ギャリーさんの方久しぶりだな。ギャリーさん、さっきもの拾った宝物、そうね、こっちも意外とポンポンと進んでったんだよな。で、終わって今いくつ止まってんだろう。あと2個か、あと2個ですよ、あと2個、あと2個、どうしよっかな。この中入るかな、入れないよな、入れないんだよな、いつもの通りやな。ほんで、この中も、これもなんか出てきたけど、ここでメアリーのやつだったんだよね。はいはいはい、ないね。これも、これ書きかかってんの。この中は、これもやったしね、これも引っ張ったもんね、これね、もうね。はいはいはい、っていうとなくねえか。うわー、待って、これ大幅カットの予感がするぞ。大幅カットの予感がする。やっぱさ、実況って難しいよね。一回でさ、こう進め、まあ進めるっていうか、なんていうか、こううまい具合に進まないとさ、面白いものができないからさ、難しいよね。これもカットだな。こんなん言っちゃうのもカットだもん。こんなん入るかな、わからないです。あ、ここかれ、全然ないよ、全然ないよ。だんだんテンション下がってきたよ。メアリーちゃん、ちょっと止まって、ちょっと止まって、止まって、話しよう、話しよう、お話しできない。ギャリーさんかな、やっぱりギャリーさんの方かな。無言に入ります。めっちゃ気抜いてた。え、待って、どうしよう。これ入ってんのか、なんか触らないでおく人形を調べてみる。これ触らないでどうするのよ。触りましょう。人形を調べてみる。一応調べてみようかしら。あ、なんかすげえ落とした。お、落としたよ、落とした落とした、やった。はい、来ました、来ました。え、待って、あ、なんか、え、ちょちょ、逃げて、怖い怖い、あ、入ってた入ってた、あ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 、今の見た、今の見た、さっき今の拾った。はいはい、ということでこれでちょっと1個進んだからセーブします。13、はい、よし、これはもうこれで6個集まってあと1つだから、こん中に入ったらなんか進むんじゃねえの。いきます。鍵が開いてるわ。まだ入らない、入る。このまだ入らない、多分ね、制作者さんがね、セーブしてなかったらかわいそうだから、よしよしっていうことで作ってくれたんだ、多分。よし、だからこれもうセーブしてあるから、いきます。えぇー、はぁ、なんで1個だけこんな感じで保存されてるわけ。なに、どういうことこれ。なん、なんか名前あるの、この子たちに。君の悪い人形がある、君の悪い人形がある。え、怖い怖い怖い。あのさ、なんだ、今白紙になってんじゃん、あの絵が。それが怖いよね。なんで白紙なの。なんか出るんだろう。うわ、怖いな、怖いなって僕が言うとみんな怖くなっちゃうのかな。怖いなって言わない方がいいかな。
うわーもう嫌だな、嫌だな、お腹が裂けた人形がある。おい、え、なんでなんで、なんか書かれた、私のお家にようこそ。うわー、ちょっと待ってくれ。うわーこれ撮るかな。じゃあちょっとみんな撮りますよ。心の準備いいですか。いきます。何かが落ちている。絵の具玉城手に入れた。消えた。これで7つ揃ったわ。そんな気持ちになれねえよ、この状況でそんな気持ちになれねえよ。なになに、なになになに、帰るとやばい、帰るとやばい、帰るとやばい、あかない。つえ、嘘、なんで、え、え、なんて、あ、すみません、ごめんなさい。扉に文字が出てきた。また宝探ししようよ、誰が鍵を持ってるかな。うわー、もうやだよ。なんですって、え、え、なんて。うわ、なになに、どうした、どうした、どうしたの、なになに、今度は何なの。うわ、揺れた揺れた、なんか揺れたよ。うわ、やべえよ、色なんかすごくなってる。え、わかんないわかんない、待って、どういうこと、どういうこと。この音楽さ、レッツパーティー一回したよな、前に。これの音楽で、え、わからんよな、どう、何がどうしたの。お、なんか出てきてるよ、絵の具が。うわー、なんか、あ、探さないと、探さないと、なんか、やばい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 、サイサクサクサク、うわ、虫が怖い、気持ち悪い、いやいやいや、ちょ、虫が出入り、虫が、虫、なんで虫がいる。あー、出てきた、あー、やだやだ、あー、誰お前、ど、全然探せ、全然ない、な、大量の毛が詰まって、やだ、気持ち悪い、あー、なんか出てる、うわー、サダコの気持ち、サダコの気持ちじゃない、サダコ見てる気持ち、3DS、3DS じゃない、3D、あ、あったかき、やった、出る出る、うわなんでこっちになるの。いや気になるんだけど、な、気になるんだけど、やだ、どういうこと、え、入れなくなっちゃったじゃん、もう。どうしたらいいんだよ、おいおい、どうしたらいいんだよ。どうやセーブするか。なに、あれ、ミス、ミス、ミスなの。鍵見つかったよね。あんま見てなかったんだけど、文字なんて、あの、出てきた貞子、貞子じゃないけど、貞子 3D みたいな感じ、あの、あれだけしか、え、何、何、ピックした。あー、ちょっとわかんないな。やってみるか、まあまあまあ、進めてみるか、とりあえず。あ、でもさ、7色揃って、なんかここのさ、色が白黒じゃん。ここがどうやら、あれだよね、色彩がついて、通れるようになるみたいな感じじゃないのかな。入ってみるね、いきます。ビンゴじゃないっすか、虹がかかってんじゃないっすか、虹が。いいぞ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 。じゃあちょっとここ行きますよ。おお、綺麗、言うほど綺麗か、うん、テーブルの上に何かがある。これは鍵です、もう。茶の鍵、茶の鍵、はい、幻、幻、はい、茶の鍵取ったってことは、あそこの部屋が開くのかな、ここが開くのかな。これもセーブしよう、もう一回。よし、行くぜ行くぜ、いいぞ、いい感じ。茶の鍵使った。なにこれ、なんだこれ、ん、なんか、いや、顔をうまく動かして見てんだけど、どの角度で見ても何なのか分かんないのよ。なんか口から下ベラが出てよだれ出してる感じかな、分かんないけど、見てみ、あ、なんも分かんない、何の絵とか紹介がないんだね。え、え、お、お、どうした、お、お、来た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 、待ってよイブ、こっちにも階段あったんだ、私も行く。うわ、入ってきた。うわー、ドッキングした。ちょっとメニュー見ます。そのままだね、変わんないね、前と。行きます、このまま。あれ、なんか受け取ってる。うわ、これ、あれ、もしかしてよだれの受け渡しみたいな感じ。違う、そうじゃない、はい、なんか受け取ってますね、受け取ってます、はい、行きます、このまま。こちらから鍵を開けられるみたいだ、どっかに繋がってんのか。ギャリーさんの方とか行けるのかな。あ、行けた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 、よかった。ギャリーさんどこでやられた、やられたっていうか、あそこだ、あそこの部屋だ。で、の、え、クス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 、なにこれ。うわ、うわ、うわ、セーブしよう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 。
お15だ、15いったからもう一回、1に戻ります。1、はい、よし、行くぜ。あ、ここで一回回復していこうかな。はい、回復しました。はい、行きます。あはは、うん、時々ね。そうそうそう。え、どういうこと？もしかしてギャリーさん友達になっちゃった感じ？誰かの声がする。え、ギャリーさん友達になっちゃった、あの貞子たちと。ほんと、まれによ。今ちょうど切らしてて。え、タバコ？タバコの話かな。だってあれだもんね、ギャリーさんライター持ってたもんね。まれに吸うみたいな感じで。あ、そう、結構好きなの。でもなかなか時間がね。あれ、タバコの話？タバコじゃないかなこれ。タバコ結構好きなんだけど、もう今や数時間が違う、絶対違うな。よし、もう一個、もう一個。あら、あなたも私、え、あなたも私、私たち結構気が合うかもしれないわね。え、あ、あれかな、もしかして。じゃあさっきの貞子たちもタバコ吸いたいんだけど、あんま時間がなくて飾られてるしみたいな。じゃあ時間がないから吸えないんだよって言って。あ、私もよ。わかんない。まあ、いや、入ってみます。行きます。扉の向こうからギャリーの声がする。だよね、やっぱりギャリーさん大丈夫だったんだ。誰かと喋ってる？喋ってない？まだ入らない。入る。いや、入りますね、こんな気になる状況は。行きます。めっちゃ仲良く。ギャリー。でもあなたって本当面白いわよね。悩みとかいろいろ何でも話せちゃいそうだわ。何このギャリーさんのいい人。なんでこんないい人なの？あははは。だってあれでしょ、ギャリーさんから見たらさ、ウサギちゃんじゃなくてさ、あの、まあちょっと言い方悪いかもしれないが、化け物が見えてんだろ。なのにこんな話してんの？しっかりウサギの置物がある。ウサギの置物がある。ウサギの置物がある。やっぱあれなんだ、イブちゃんにはこのウサギにしか見えないんだ。だからイブちゃんからするとこれ見ても普通だとしか思わないんだ。なんか奥深いな。まあいいや、ちょっと話しかけてみるか。ではギャリーさん座り方かっこいいな。それは初耳だわ。もっと詳しく聞かせてよ。うんうん、誰にも言わないから、秘密にしてるわ絶対に。いい人だな。え、信じらんない。それ本当なの？それ何の話してんだろう。混ぜてほしい。だとしたら最低ね。女の子になんてことするの。あ、女の子なんだこれ。このウサギのダメよ、そういう時にはカツンって言ってやんなきゃ。はい、すごい。いや、あれだよね、こういうあのお姉じゃないけど、まあお姉系の人ってやっぱこう話しやすいんだろうね、多分ね。この置物ってこの人形たちもこう丸わよね。わかるわ、どうしようもない時あるもの。逃げちゃダメって分かってるけど、なかなかうまくいかないのよね。どうしてかしら。何の話してんだろう、母。そうね、それもいいかもね。何も考えなくてもいいし。お、嫌なこと全部忘れられるしね。あはは、そうそう、それと一緒よ。一人で喋り続けている。そうだよね、これ本当にギャリーなの？なんか変になっちゃってるよ。そうね、もしかして偽物じゃない？本物だったらこんなところにいるはずないしね。偽物なんてことあんの？そう思わない？イブ？何してんの？どうした？あ、怖い。うわ、殴った。ワンヒット。うわ、もう一発名前を呼ぶ。目覚ませみたいな感じ？どういうことなの？もう一発殴って名前を呼ぼう。ギャリー。え？イブ？あれ？私？え？イブなんでここにいるの？あれ？なんか。あれ？なん、え？何？なんか操られてんの？ごめん、ちょっと BGM がかっこよくてさ、そっちに耳、気がいっちゃってんだよな。嘘。状況がつかめないんだけど、私たち何してたんだっけ？え？ああ、うわ、ちょっとイブ、
類線がちょっとなんかよくわかんないけど心配かけちゃったみたいね。ごめんイブ。あ、出たのか。さてそれじゃあ先に行きましょうかと言いたいところなんだけど、なんか私記憶が混乱してて何してたのか思い出せないのよ。あれ、なんかメアリーちゃんのやつ見ちゃったからなのかな、わかんないけど、別にもう思い出さなくてもいいんじゃない。ほらちょっと違う、なんかこれも全部メアリーの仕業なのかな、わからんけど、こうやって合流できたんだし。それはそうなんだけど、なんか大事なこと忘れてる気がすんのよね。ほら違うかな、何だったかしら。これさ、多分この実況見てくれてる方の中にはさ、もうさプレイした人もいるわけじゃん。僕がこうやって考えてて全然外れてること言ってるってやっぱちょっと笑えるのかな、わかんないけど、何だったかしら。とにかく行こうよ、上の階にも階段を見つけたし。そうね、それじゃもう一頑張りしましょう。あ、じゃあちょっと記憶が断片化されてんのかな、あの部分だけ抜けちゃって。もう一丁行ってみるか、セーブしようじゃとりあえず。まあ一応めでたく合流できたってことで、はい。もうちょっといけるな、よし、いけるぞいけるぞ。じゃあどうしたらいいんだろうな、さっきの階段のとこ行けばいいのか、わかんねえな、ちょっと待てよ。こっち行っても特に階段、あなんかミアリー、なんか落としたわよ、これバラだね。あれ、このバラ、なんか刃物の音が、触らないで。メアリー、あんた何持って、返してよ。な、ちょっと、メア、触らないでよ、私のバラ、人のバラ触ったくせに。ちょっと危ないってば。あ、うわやだ、やっぱメアリーさん結構力あるから。メアリー、そっか、やっぱりイブ聞いて、私思い出したわ、メアリーの肖像画がゲルテナの作品集に載ってたの。あ、じゃああれか、バラがないと動いてらんないのか。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃない、あの追いかけてきた絵の女とかと同じゲレテヤナの作品の一つなんだと思う。あまりに普通に接してくるから気がつかなかったけど、一緒にいると危険だわ。うわー、残念だけど急いでこっから離れましょう。マジか、じゃあこれバラがないと動かないのかな、やっぱりバラが生命を宿してるみたいな感じ。メアリーはピクリとも動かない。メアリーのバラが落ちている。このバラ本物に見えるけど造花だわ。なんでだ、わからんぞ。うわ、ちょっとすげえ深くなってきたな、行くか。じゃあもうこれもセーブしちゃう、もう一回。はい、でどこ行こう。じゃあ行ってないとこあったっけかな、ここ行ったし、この本棚の部屋とかなんか変わってるかな、変わってないよな、もう。じゃあ、あ、マネキンで通れなかった場所行きましょう。通れない、あれ変わるか、あ、そうだ、あ、うちにはゲリーさんがいる、いる、下に消す、ちょっと離れてて、すいません、はいはい、行きました、恒例行事。はあ、ここに来てどれだけの石像をずらしたのかしら、本当だな。まあいいわ、それじゃ行きましょう。もう本当にポケモンでいうとこの怪力みたいな感じになってるもんね。よし、憧れ、行きまーす。お、なんだ、うわー、すげー綺麗な場所、でもすげー怖い。うわ、すごい、何これ、どういう世界なんだ。うわ、一本道だ。おめ、来た、イカが飛んできた、イカが、ってわけではないんだよね。そうそう、イカでは全然ないんだよ。そう、全然イカは飛んでくる、ね、イカが飛んでないんだよ。そう、イカじゃないんだよ、あれクラゲかも。これ宇宙なの、どこなの、なんか途切れてるよ、これ乗れる、ちゃんと大丈夫。
ん、どうした？あー、ハートフル。どうした？ここ入った瞬間にハートフルな感じになったけど、いいんだよね、このまま。チューリップ、なんか子供の絵みたいな感じだね。行きましょう。あー、まだ続くんだ。なんか落ちてきた。スライムベースじゃない、違う。はい、行きます。はい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 、富士山。はい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 。なんて書いてある、なんて書いてある。うお、スケッチブック。そうだね、スケッチブック。間違えてた、恥ずかしい。あ、スケッチブックが左、これじゃないんだ。これもスケッチブックに相当見えるんだけど、違うんだね。流れ星が降ってきてるみたいな感じだった。スケッチブック、はい、行きます。おい、なんか随分と雰囲気が変わったわね。確かに。まあ用心するに越したことないわ。行きましょう、イブ。すげえ、チューリップでけえ。あ、お家があって、こっちも続いてんのかい。うわ、いっぱいあるよ、どうしよう。いっぱいあるから分かりにくい。じゃあこんなところでセーブしたいんだけど、セーブがどこでやればいいか分かんないんだよ。セーブしてやめたいんだけどね。どうしようかな。セーブせずに、じゃあやめよっかな。セーブせずにここでやめとくよ。はい、じゃあ一旦ここでやめます。またここから続きからやりますんで、皆さんよろしくお願いします。じゃあまた次回でお会いしましょう。じゃあバイバイ。